はい、皆さんこんにちは、サキッチョナースの滝です。今回はモテる部屋作りっていうのをね、実際に DIY をねやっていこうと思います。結構その女の子をなんかこう持ち帰るためにどうしたらいいかとかいう話はこうねあると思うんですけど、じゃ女の子をね家にじゃいざ連れてきましたってなった時に、その部屋の雰囲気によって女の子のスイッチが入るか入らないかってぶっちゃけ結構これ関係あるんですよ。なんかこの部屋なんかムラムラするなみたいな、なんかそういう雰囲気になるなみたいな部屋とはめっちゃ生活感あるし、なんかそういう雰囲気じゃないなみたいな部屋ってぶっちゃけあるんですよね。なんで今回はその女の子をね、部屋に来ただけでちょっとムラッとさせるね部屋作りで、今回はどこをね改造していくかっていうと、私の後ろに映っているベッドですね。でこのベッドをですね、自立仕立てにしていこうかなというふうに思います。今回用意したのが、はい、でこちらの、Amazon で購入した、LED のテープライトですね。でこれを使ってちょっと今回は DIY をやっていこうと思います。はい、でこれね届いたばっかなんで早速開けていこうと思います。開け方が中身こんな感じです。レプレっていうところ、レプロなんていうのかなっていうところの、もので、ちょっと Amazon でねレビューが多くあって結構評価高かったね、ここのやつを購入しました。まあ、とりあえず中身見ていきましょう、はい、おー中身でこんな感じにね、多分これがテープライトなんだろうね。そうで、あとはコードと、あとこれが電流を流すコードになるのかな、接続コードで、でこれがリモコンでが入ってます。でこれを使ってですね、で説明書入ってるんですけど英語なんでまあほぼないものとみなす。はい、ということでね、じゃあ早速やっていこうと思います。でじゃあとりあえずね、じゃあこれをこうベッドの縁にね貼っていこうと思うんですけど、このベッドフレームが2m×110cm ぐらい、だいたい 4m ぐらいでこの角の3つは補えるかなっていう感じですね。はい、なんで早速ねこれを貼っていきます。あーでも結構しっかりしたライトですね。直で貼って大丈夫かな、めっちゃベタベタしそうなんですけど、まあいっか、とりあえずじゃあ貼っていきますか。はい、でここでねちょっと雑談なんですが、まあ、人を家に呼ぶとき見た目もちろん皆さん気にすると思うんですが、まあ、見た目以上に大切なのが、まあ、匂いなんですよ。で自分が生活してる場所ってもう鼻が慣れちゃって何ともね感じないと思うんですけど、まあ、人の家に行った時にね、なんかあれとかね違和感を感じる時って皆さんもないですか。でまあそうねならないためにも、まあルームフレグランスを置いたりとか、あとお香を焚いてねいい空気にしたりっていうのが結構私的にはおすすめでこの今ね一番端っこをちょっと貼ることができたんで、次ねここの一番長い2メートルのところ貼っていきます。これねちょうどすっごいねベッドの縁がちょうどこのテープライトのあの幅と一緒なんでめちゃくちゃ貼りやすい。はい、でこれ本当はね角を一回一回切りたかったんですけど、もうこのテープ切っちゃうとねライトがもうそこで切断されちゃうので、もう角はね無理やり折り曲げて、はい、使いました。はい、で今ねこの一番長い2メートルのところを貼り終えたので、次最後ですねこの1メートルのとこ貼っていきたいと思います。あーもう画面からほぼ見切れてますね、カメラ慣れてなさすぎて。はい、で今全部貼り終えました。で大体でも4メートルぐらいだったんで、あと1メートルぐらい余ったんですけど、もうハサミでねそこは切って終了っていう感じ。早速ね、じゃあめっちゃ楽しみなんですけど、ライトをねつけていこうと思います。一旦部屋をちょっと暗くしてつけていきます。はい、でまずね、あでもこれさ今なんかすでにいい感じじゃない今ねちょっとあの空気清浄機のライトがいい感じにけど、はい、でこれでさらにね
ちょっといい感じにしていこうかなって思います。はい、じゃあつけますね。こうか。おー、すごくない？この見えるこの感じ、ほら、じゃーん。え、めっちゃいい感じなんですよ。で、ちょっとあの私がしたかったね感じになってるよ。で、これちょっと色をね変えると、次これ今紫なんですけど、次ですね青色にしたらこんな感じ。はい、でね、これ色がすっごいあって、何色だこれ、 1,2,3,4,4,16 色ですね。16色あるんで結構色が自由自在。これ赤でしょ、緑、青、ピンクいいですねこれ。で、おー、紫は、紫いいな、紫好きだな。おー、やっぱ紫しか勝たんっていう感じでね、めちゃくちゃいい感じの色になってる。これ真っ暗にちょっとしますね。今廊下ついてるから電気が。じゃん。で、こんな感じでめちゃくちゃいい感じになりましたね。はい、ちょっと好きな、はい、この色にしましょう。っていう感じで、え、めっちゃこれやばくない？え、エッチすぎ？大丈夫そう？これそう、すごいんですよ。って感じで、ちょっと私の初 DIY。しかもこれ結構ちゃんとテープ貼れてるんで、あんま見えないし、外から。そう、めっちゃいい感じになってんの。って感じでね、めっちゃ今回成功した。なんか私がしたい感じにできました。っていうことで、まあ、なんか女の子を結構家に呼んで、いい雰囲気にしたいなとか、ちょっとチルしたいなみたいな感じの人は、ぜひね、この、Amazon のテープライトマジでおすすめ。これ全然案件とかじゃないんですけど、値段もね、安かった。2000円ぐらいでしたね、5メートルで。そうで、全然このシングルベッドの角3つで4メートルちょいぐらい、シングルだったら4メートルちょいだったんで、ぜひねこういう部屋作ってみたいなとか、お一人暮らしでちょっと今後ね女の子呼ぶ予定あるかもっていう人はね、ぜひやってもらえたらと思います。で、本当に簡単だった。10分以内に終わったし。ちなみに、私特にあの人呼ぶ予定ないんですけど、ちょっと一人でね、あの楽しみたいと思います。もう家にいる時間長いんで。はい、ということで、今回の動画はね、ここまでになるんですが、もしこの動画がね、少しでも参考になったとか、自分もこんな部屋作ってみたいって思った方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録と通知ボタンの方もよろしくお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイビー。